73キロ級3位決定戦、日本の海老沼の戦いです。対するはフランスのシュミット。このシュミットはフランスジュニア10、さあ得意の肩車出るか、返していった、一本取りましたね。全て肩車です。いやー、まあ得意技は何ですかと聞きますと肩車という答えが返ってきますが、はい、そうですね、相手の懐に入りまして、そこから持っていく力と、はい、投げる角度がですね、いいんですよね。相手が体をひねる隙がないんですよね、はい、このまま真後ろに倒れてしまうんですよ。そうですか、はい、まあそれにしても3回戦で敗れた海老沼ではありますが、その後は見事、全ての勝ちはこの肩車。